唐辛子は、ナスカ唐辛子属の多年草または低木。また、その果実のこと。メキシコ原産。果実は、辛味のある香辛料、または、野菜として食用にされる。講義には、唐辛子属を唐辛子と総称することがあるが、ここでは、主にシーアニュアム一種について述べる。このシーアニュアムは、リンネの、植物の種で記載された植物の一つである。 和名唐辛子は唐から伝わった辛子の意味である。ただし、唐は、漠然と、外国を指す言葉で、中国経由ということではない。詳細な伝来詞、香辛料としての異名については、唐辛子を参照。別名では、南番、高麗胡椒とも呼ばれる。英名は、チリペッパー。仏名は、ピーマンカミウム。異名では、ペペロンチーノ。中国語では、ラツ椒という。 唐辛子の果実種子が付着した中央部が最も辛い原座である一年草で、熱帯では多年草。畑で栽培される。植物学上は、唐辛子はピーマン、パプリカ、シシ唐辛子と同種の植物に分類され、ピーマンパプリカシ、シトウとも唐辛子の栽培品種である。一般的には果肉が薄く甘みがあるベル型の中華種をピーマン。 甘みがある果肉が厚い大果種をパプリカと呼び、辛みのない消化種を獅子唐辛子。辛みがあり、香辛料として使われる、消化種が唐辛子と呼んで区別している。草丈は40から60センチメートル。茎は多数に枝分かれする。葉は五星。柄が長く卵上皮神経。七から九月頃に白い花をつける。花の後に上向きに、緑色で内部に、 空洞のある、細長い5センチメートルほどの実がなる。果実は、熟すると赤くなる。品種によっては丸みを帯びたものや短いもの、色づくと、黄色や紫色になるものもある。辛味成分カプサイシンは、種子のつく原座に最も多く含まれる。唐辛子は、原座でカプサイシンを作り出している。唐辛子の種子にはカプサイシンがほとんど含まれていない。ため、 種子だけを食べると辛みを全く感じない。カプサイシンは花火肥にも含まれるが、原座ほど多くない。獅子唐辛子などの甘い品種は、辛い品種と交配が可能である。甘い品種のメシベに辛い品種の花粉を交配してできた実は甘いが、この種子から育った実の原座は辛くなることがある。したがって、辛い品種と甘い品種を植えるときはなるべく距離を。 置くように注意することが必要である。中南米の熱帯アメリカ地域が原産とされる。栽培の起源地はメキシコだと考えられていて、メキシコ中部で紀元前6500の5000年頃の栽培型が出土している。アメリカ大陸の各地では約2000年以上前から栽培が行われていた。南米ペルーでは1世紀頃の遺跡から、 唐辛子模様が入った織物が発見されている。ヨーロッパへはアメリカ大陸に到達したクリストファー・コロンブスが1493年にスペインへ持ち帰ったことによりヨーロッパ全域に広がった。以後、シルクロードを経てインドや中国に伝わる。日本への伝来は16世紀から17世紀頃に複数のルートで 同時期に伝わったとされ、1592年の豊臣秀吉による朝鮮出兵の時に種子が導入されたという説や、1542年にポルトガル人によってタバコと共に唐辛子が伝来したという説がある。江戸時代までは辛味がある品種しかなく、明治時代になって欧米から辛味のない品種が導入されて、当初は甘唐辛子と呼んでいた。 世界中に様々な品種があるが大きく分けて辛味種とピーマンやパプリカ、シ,シトウガラシなどの甘味種に分けられる。赤唐辛子などの辛味品種はアメリカからヨーロッパに渡って香辛料になり、さらにアジアへと広まった。実の形状はほとんどが小さく長細いものだが野生種チルテピンの実は小さくマリー。他にといったものもある。 主な品種、栽培種は次の通りである。なお、唐辛子とは別種に、多年草で茎が木質化する木立唐辛子があり、島唐辛子、タバスコペッパー、プリッキーヌーはこの系統の品種である。強烈な辛さで知られるハバネロ、ブートジョロキアも別種である。辛味の強い品種に、ハのフサフシミシンなどがある。 辛味がほとんどない種の代表が、しシしシとうと、通称される、ししとうがらしで、軽野菜の伏見唐辛子、万願寺ガラシなどが有名である。食用にするのは主に果実で、世界中で、香辛料として使われている。辛味があり、香辛料として使用される辛味種と、辛味がないかほとんどない代わりに糖度が、高く、主に野菜として食される甘ガラシがある。 熟して赤い辛味唐辛子のこと赤唐辛子といって別名鷹の爪と呼ばれる乾燥されたものを使うのが一般的である。また未熟化で緑色をしている辛味唐辛子は青唐辛子といってタイなどのアジア諸国でよく使われる。甘味種は品種や栽培環境によって果実に辛味が出る場合がある。辛味種は赤唐辛子は 刺激的な辛みを持ち、特に種子に強い辛みがあり、青唐辛子の中には、シシュ唐辛子のような味わいを持つものもある。不思身の葉のように、葉の部分を食用にできる品種もあり、特有の芳香と苦味ピリッとした辛さが好まれ、佃煮やしそ巻煮などに使われる。食材としての旬は、夏で、赤唐辛子は鮮やかな赤色で、皮に、 ツヤと張りがあるもの。青唐辛子は形が揃って緑色が濃いものが良品とされる。辛味種は赤唐辛子でも青唐辛子でも様々な調味料が作られていて、料理に刺激的なメリハリをつける香辛料として、炒め物、パスタ料理、漬物など幅広く使用される。また甘味種は煮物、揚げ物などにして、そのものの味を楽しむ料理に使われる。 唐辛子を揚げ物に使うときは、実の中の空気が膨張して破裂してしまうので、実は切って使うか、あらかじめ穴を開けておく。葉を使うときは、アクが少ないため、下茹でする必要はない。日本ではあまり栽培されないが、パプリカには、多少辛い品種もある。乾燥させて、粉末と試行辛料または、天然着色料としても使われる。果実は、 香辛料として有名だが、薬用として使われることがある。秋に果実が赤熟したものを採集して、陰干ししたものを万象から通称または唐辛子と呼んで、辛味性賢薬、刺激薬などに用いている。日本薬局法では、アルコールなどを加えて、ンキにした、唐辛子ンキの制薬原料としている。エキスにして、オンシップ剤に配合したり、筋肉痛、頭症、 羊毛に使われたりする。民間療法では、食欲がない時や消化が良くない時、胃腸が冷えている時の腹痛、下痢などに、細かく刻んだ唐辛子を薬味として用いる。足の霜焼け予防に、靴の中のつま先部分に、ガーゼなどに、唐辛子1から2個を包んで入れておく。神経痛、霜焼けの外用薬で、唐辛子チンキを作るときは、唐辛子を刻み、 約3倍量の35度のホワイトリカーに約1ヶ月つけて、幹部に塗る。ただし、唐辛子ンキは温める効果が強いため、幹部が冷えていることを確認してから塗るなど用法には注意を要する。唐辛子には、防虫効果があることが古くから知られており、書物の保存、ひな人形、五月人形などの物品保存などにも使用されてきた。 タンスなどの衣装箱に入れておけば、防虫剤になる。また米の保存など、食品保存に用いられていたこともある。かつては、倉庫などで、唐辛子の粉を火にくべて、ネズミ駆除にも用いられていた。唐辛子を焼酎に漬け込んで、害虫期非効果がある、自然農薬を作る、菜園家もいる。唐辛子を油、油中ネギか、 菊ク科の野菜畑のあちこちに植えておいて、害虫よけにする利用法もある。アルコール抽出した成分には種の細菌の増殖を抑制する抗菌効果があるとする報告があるが、乾燥加工した物品では保存中や流通加工工程中で増殖するカビによって、カビ毒に汚染される可能性が指摘されている。花をつけた頃から、実が未熟な頃にかけて茎ごと収穫し、 葉物野菜の葉唐辛子として利用される。唐辛子の果実は全体の約75%が水分で構成されており、栄養素は比率の多い順で過食部 100g あたり炭水化物 16.3g が最も多く、タンパク質 3.9g、脂質 3.4g、海分 1.4g と続く。には成分のカップサイシンやデヒドロカップサイシン、 赤色素のカプサンチン、黄色素のカロテンのほか、ルチン、ビタミン B1B2C などを含んでいる。カプサイシンは、引き発性で、皮膚や粘膜につくと炎症などを起こす、作用の激しい成分である。ただし、注目に値する、様々な機能性を持っていることが分かっており、血管を広げて、血行を良くして、体を温める作用や、唾液分泌量を増やして、 食欲を増進させて消化吸収を助ける作用がありさらに中枢神経を刺激して副腎ホルモンの一つアドレナリンの分泌量を増やして代謝を活発にする働きもあるとされる調理に唐辛子を使うと人が味の塩気の物足りなさを感じにくくなり食塩の使用量を減らせる効果を得られることについてはカプサイシンそのものが 食塩に要求量を減らすという研究報告もある。唐辛子にはベータカロテンが豊富で、生にはビタミン C も豊富に含まれている。他の野菜に比べてビタミンミネラル類を含む割合は圧倒的に多いが、使われ方から実際に口に含む量はごく少量であるから栄養源としては期待できない。唐辛子の一種、シシ唐辛子の栄養成分は、 ピーマンとほぼ同じで、カロテンや、ビタミン C が豊富に含まれる。唐辛子の葉や、洋平の部分を食用する葉唐辛子は、緑黄色野菜であり、カロテンや、ビタミン C を多量に含む。国連食糧農業機関の2018年時点データによると、国別生産量はインドが、世界シェア40%で首位を占める。中華人民共和国は2位だが、 経済発展で増える需要を国産だけではまかないきれずインドから輸入している。一方で日本の自給率も10%未満で年間輸入量の約9割が中国産である。火鍋の流入などで日本も消費量が拡大傾向にある。日本の主産地は栃木県、徳島県、千葉県、岐阜県などでしし唐辛子の場合では高知県。 千葉県和歌山県、岐阜県などがある。海外から日本へは主に中国タイなどの産地から輸入されている。唐辛子が属する。唐辛子族は温帯から亜熱帯にかけて分布している。そのうち栽培種は次の6種である。これらのうち標準和名では c アニュアム一種を唐辛子と呼ぶ。日本で栽培されているのは主に唐辛子だが、沖縄では。 木立唐辛子の品種の島唐辛子が栽培されている。唐辛子、木立唐辛子、カプシクム記念瀬の3種は、花の形態などが酷似しており、交配すると雑種ができるが、雑種が形成する花粉の数割は、生殖能力を持たないため、この3種の間には、不完全な生殖的隔離が見られる。ありがとうございます。